みなさんこんにちはさくらチップスは日本語リスニングのポッドキャストです今日のテーマは買い物についてです私は昨日買い物に行ってきましたそしてたくさん買いました まずは、えー、ユニクロに行きましたでユニクロで家の中で着る服とかまず少し買い物に行くときに着る服を買いました日本語では「普段着」と言ったりしますそして、えー、他にもお店に行きました その後は、ニトリに行きました。で、ニトリでは、ライト照明を買ったり、キャンドルを買ったり、あと、掃除道具を買いました。その後、ホームセンターに行きました。ホームセンターでは、植物と、 花を買いました。で、また別のところに行きました。最後にドラッグストアに行って、えっ、ー、と、ボディクリームとか、ま、いろいろ必要な日常、日用品を買いました。こんな感じで、 もう昨日はとにかく必要なものを買うという一日でした買い物は楽しいけど疲れますねなので家に帰ってきた時はあ,あもう疲れたという気持ちでそしてちょっとしばらくその後は休憩をしました で買い物で楽しいことの一つは家に帰った後に買ったものをこう確認する広げる作業だと思いますえ。昨日はたくさん買ったのでその買ってきたものを整理してあとは照明とかはセットしてあそれが 楽しかったですちょっと疲れたけれどもとてもいい一日でした皆さんも年末年始に向けて買い物をしますかそれでは今日はこの辺で終わりにしようと思います If you want to help us continue to create podcast like this please consider making a small monthly contribution at sakuratips.com. you can get japanese chair twice a month check the description box ne.